肩散歩始まりました。今回の肩散歩はですね、ここ薩摩川内市やってきております。鹿児島ですね。まだ甑島って日置じゃなくてあっちの方で一個前でありましたけど、ここもね、甑島に行けるフェリー乗り場があるということで、まあ本当に海沿いの自然豊かなところですね。もう早速行きましょうかね。レッツゴー。はい、甲冑工場やってきました。ここはですね、テレビで、見る甲冑、ドラマとか映画で見る甲冑はほぼここで作られているということでですね、早速、これなんて読むんですかね。丸竹かな。行きましょう。はい、甲冑工房丸竹さんのお土産屋さんやってきましたけど、ここでね、オリジナルグッズがあるっていうので聞いたんです。これが、このオリジナルグッズ、甲冑 T シャツでございます。結構ね、この、あたりの居酒屋さんとかね、お店さんでこれ着て営業してる人いるらしいですよ。斬新ではね、甲冑を着てる風の T シャツ。強いよこれ。なんかここでは射的体験できるということですね。あれ撃つかと思ったら火縄銃でしたね。あれ撃ったらなんかとんでもないことになるということで、ここを爆破するということでね、射的じゃなくなっちゃう。なんかどうやらね、一番ねインスタ映えする場所がここらしいんですよ。あ、もうすごいよ。どっかの人で会ったな、こういう人、鬼ババ伝説。はい、ということで薩摩川内市散歩させていただきました。やっぱね、昔ながらの甲冑工房がね、あるということで、はい、こっからなんかどうやら薩摩のヒーロー関ヶ原の戦いまで1500キロ離れた地まで、ね、歩いていくというのがすごいですね。ということで、ありがとうございました。